はい、こんばんは、トーマ間都築です。今日はですね、あの、先ほどニュース見てちょっと驚いたんですけど、あの、TOKIO の山口達也さんっていうじゃないですか、はい、あの、アイドルグループである、あの、ジャニーズのあの、TOKIO、あの、山口達也さんが、あの、なんか、強制外出せ罪で、なんか、書類送検されたって、ニュースでてたんですよ、はい。ちょっと言いますね。 あの人,気人気グループ TOKIO の山口達也メンバー46歳が自宅マンションの部屋で女子,高女子高校生に無理やりキスをするなどの行為をしたとして警視庁は強制和室の疑いで書類送検されたとことが今日はなんか25日ですね明らかになったと書かれてます事件が起きたのは今年2月あれこれずいぶん前ですね2月ぐらいになんかね あってマンションに女子高生を呼び出しおそらを勧め無理やりキスをするなどした疑い捜査関係者によるとこれまでの事情聴取に対して事実関係を大筋で認めてるという山口メンバーの所属事務所と東側が話し合った結果被害届を取り下げられたという書かれてますなんか更には示談もあれみたいなんかしたみたいですね和解をしたみたいで,でなんかあれなんですよね さらに一応調べてみてたらなんかこの被害者側の方はなんか NHK のなんか番組でしやったかったみたいなんですよね。それでなんかあのこういうね何かがよくわかんないんですけどあのこのね今ねやってる NHK の番組はもうなんか。 ややってないみたいやっててななないい、いいみみたたたとか休止したみたいなんですよね山口さんなんかいろいろあったみたいですけどねやってはいけないと思いますよ。ねえ無理やりキスしたとかお酒を勧めたとかねこういう時点でアウトですし未成年ですからねマンションに連れてってあれですからねえ最近いろいろこういう問題よく見かけるような気がしますねいろいろ。いやー。ね 山口さんはどうななるのかかわらないですね、まあ、事務所側も一応謝罪もなんかしてるらしいですねはいこれからのこの山口さんの番組はもうちょっとどうなるかわからないですねはいまあチャンネル登録とあの高評価よろしくお願いしますねでは失礼します